マグニーチャンネルへようこそ。本日は前回の動画に続きまして、脱出ゲームトイレ急げ2の、後半の攻略動画をお送りしたいと思います。今回の後半の動画はですね、14ステージから最終の25ステージまでの12ステージをお送りいたします。そして下のリンクにですね、各ステージから見れるようなリンクを貼っておりますので、途中からご覧になられたい方はお手数ですが、そちらからご覧ください。はい、ステージ14参ります。ちゃんと実際にプレイしますからね。鍵はどこに隠したかわからない、ね、ヒントなし。でもね、ヒントはね、もうありまくりじゃないですか、もうこの辺に。でまずね、ここにねスリッパがあるんで取っておきましょう。木に、蝶々と一緒に登っていって、蝶々のポイントを調べると鍵がゲットできますので、こちらで玄関の鍵を開けまして、母親の話を聞くと、自分の部屋じゃないのっていうことで階段を上り自分の部屋へ向かいます。そしてね、一応サンダル装備しておいて、今猫がねベランダで逃げてきました。で行こうと思ったんだけど、あ、猫に逃げられてしまったと。でもこの部屋ではどうしようもないので、もう一度ね玄関に戻りまして、この木でね、屋根の上に登るとなんとトイレの鍵がゲットできますと。猫がね逃げて屋根の上に落っことしてしまったということでしょうね。これでね、ステージ14は以上でございます。はい、ステージ15参ります。どこに隠したか忘れたと。実はね、このステージ15ですね、これくまなくねどこ、探すんですけれども、どこにも何もないんですよ。でね、たどり着いた答えはね、待つ。来ました、来ましたね。これに妹が来ますんで、妹が鍵をくれます、貸してくれます。それでまあ入りましょう。でお風呂場に行きまして、母親がいて、トイレの鍵洗面台に置いてない、まあ、洗面台に置いてないっていうパターンを、謎かけのパターンなんですけれども、まずね、だいたい風呂の蓋が怪しいんだね、いつもね。広げると、まあ、なんかの暗号だろうなっていうのがあって。で、この辺、ね、ちょっとわからないんですけれども、これ作者の方とかいろんな方にちょっと意見をお伺いしたいんですけども、この貝殻みたいなのは一体何なんでしょうね。まあ、とりあえず、ここにある体重計の並び方がね、上のやつとちょっと似てるような気がするんで、でね、上の、この風呂の蓋を右から読んでいくっていうのが今回の肝で、右から行くと、下が1、上が3、下が2、上が1、これで出てくるじゃないですか。あれの意味がちょっとわからないんですよね、貝殻みたいなやつ。まあでもとりあえずこれでクリアができるんで、ステージ15は以上です。はい、ステージ16参ります。間に合わない、いきなり間に合わないから始まります。もうあからさまおかしいじゃないですか。ここに靴が置いてあるんで、ポッて靴を履いてサッカーボールを蹴ると鍵が落ちていきます。靴を履かないとあくまでボールが飛ばないんですね。で、鍵を装備しつつ、怪しいこの亀の後のこの右にある花は一応覚えておきましょう。まあ後でまた見に行きましょうか。で、トイレの鍵いつもの通り開けなさいっていうことは、まあこういう仕掛けがあるということですね。はい。でね、このね、両サイドにある花の絵なんですけれども、赤と青なんですね。でもね、玄関先にあったのは赤と黄色じゃないですか。おかしい。これね、傘を取ります。で、この青をね叩いてやります。で、取れました。で、これで赤と黄色になりましたね。で、ここで、玄関に出ての、もう一度順番を確認しましょう。黄、赤、赤、黄、赤ですね。これ、亀も入れてる。これ、亀の下は一体何色なんだろうか。黄色でやってみましょう。黄、赤、赤、黄、赤。開きましたね。黄色でよかったんですね。はい、ステージ17はこちらですね。こちらですとかしな。鍵どこに置いたか忘れたよ。このパターンはですね、ドアホンです。もう一回やると、母親が鍵を開けてくれるので、これで入っていきましょう。ね。これはね、洗面台だったかな。違うな。リビングです。リビングに行きまして、こんな感じになってるんで、母親にちょっと話聞いてみると、机の上にないということなんで、ないな。これチーズがある。チーズといえばネズミ。ネズミに渡す。じゃあ向こう、そっぽ向かれました。これでね、実はね、椅子の向きを変えられるんですね。で、テーブルの上、キッチン台の上を見る、キッチン台じゃないか、真ん中のテーブルを見ると、ケーキの向きがこうなっていて、ネズミがね、こっち向きましたね。じゃあそうすると、ほら、ご覧ください。机の下に鍵が登場しました。こういうパターンですね。
これまたこういうパターン後に出てきます。ステージ17は以上です。はい、じゃあステージ18参りましょう。間に合わない、こちらですね、この、明らかにこの茂ってる草の上に鍵があるんですけども、取ろうとするとね、なんか動いちゃうんですよ。なのでこのないところをチェックすると、なんとね、鶏みたいなのがいたと。それをまあ避ければこのように鍵が取れると。で、開けまして母親に話を聞きます。自分の部屋じゃないのパターンですね。あんまり自分の部屋はちょっとめんどくさいんですよね。今回ゴミ箱です。出てきます。普通に出てきました。はい、本当にただこれだけです。今回簡単ですね。はい、18ステージは以上です。はい、それでは19、ステージでございます。郵便受けとどこに仕掛けたっけって言ってるんですけれども、これね、まずねこの裏調べますよね。そうすると赤が左右って飛ぶんです。もう一回やりますね。左右って飛ぶんです。で、こっち見ると黄色が右左って飛ぶんです。で、そして屋根の上に赤黄色黄色赤社長子ってなってるんですけれども、先ほどの順番通りに行くとですね、赤、もう一回こうなってるから赤、次黄色なんでこうね、で最後の赤なんで、こういう順番を合わせていくと取れると。で、ここから鍵をゲットしまして、開けていきます。次はね、お風呂場です。母親の話を聞いてみましょう。あ、忙しい、相手にしてくれない感じです。やはりね、ここでも風呂の蓋が登場するんです。風呂の蓋を動かすと母親が動くんですけれども、動かしていくとなんと背中に鍵が、あ、はい、これで、風呂場のじゃないや、トイレの鍵ゲットでございます。ステージ19は以上です。ステージ20です。20代突入、また犬ですね。犬は、鍵に、犬は、鍵は犬に預けたよ。明らかにおかしいスコップ的なのがあるんで、まず取りに行きましょう。これを装備しますよね。装備した状態で犬の前正面を調べると、このように掘れるんですけども、そしてもう一個ここに実は骨があるんです。その骨を装備し犬に与えると反対に向けますんで、もう一度シャベルで掘ると鍵が出てくると。犬が隠してたんですね。で、これで出てきます。で、次にまた母親に話を聞きましょう。いつも通り出ました、このパターンです。キノコ、そういえば外にありました。で、赤青のキノコが右左で並んでいて、赤のキノコはなかったなと思うんですけれども、なんとここを探すと出てくる。そして犬に話しかけましょう。そうすると左右って2回ずつ飛びましたね。青2回赤2回ってことなんですよ。なので青2回赤2回はい、OK です。これステージ20は以上です。ステージ21参ります。間に合わない、何もないパターンなんですよ。実はこれ面白いのがね、開かない、こっちが開いちゃう、倒れたっていう。で、すぐ入れてしまいます。そしてリビングに行くと、なんとね、母親の前にね、ピザが見えますね。今日はなんとピザよ。開けて、ちょっと一旦出ていきますね。元戻ってくると切り分けられているんで、この方向で、先ほどと同じですね、椅子を向けていきましょうね。はい、そうすると鍵が落下してまいりました。ゲット。はい、ステージ21以上でございますね。はい、以上です。佳境に迫ってまいりましたね。ステージ22まいります。はい、このあれを避けて、うんこがいっぱい落ちてるんですよ。まあその辺は置いてきましたね。このホワイト、カラーコーンどけます。白いのがかぶってて色がわからなかったです。で、これ矢印ありますね。矢印から、こっち、緑、青、黄色、紫なので、その順に踏んでいきましょう。緑、青、黄色、紫、鍵が出てまいります。ゲット。装備して、まあ、入りまして、母親に話を聞きます。そうすると自分の部屋だと言われるので、自分の部屋はね、嫌な予感するんですよ、いつもね。大変なんですよ、自分の部屋いつも。これ押すと、あ、この並びなんかうんこの並びに似てるなってことで、うんこを見に行きます。そうすると、今度はね、色ではなくて、渦の数ですね。青が1つで緑が2つ、そして紫が3つで黄色が4つじゃないですか。この順番に押していきます。時計、逆時計回りということになります。
ここからね、逆時計回りですね。この渦の数ですね。はい、そうすると鍵がゴミ箱から登場しました。はい、装備して、降りましょう。はい、これでステージ22は以上です。はい、ステージ23参ります。こちらね、明らかにおかしいのがいっぱいありますね。はしごを登る前にね、ここにあるカエルを取っておきましょう。で、カエル装備して登ると、登るとね、こうで降りるとね、逃げる。まあこんな感じなんですけども、一旦ね、ここにカエルを置けます。で、このクズを取って、そうすると鳩が登ります。これね、クズを、そして鳩に投げつけると鍵を落としてくれます。これカエルをあそこに置いていないと、こういう挙動にはなりませんので、ご注意ください。で、そのまま風呂場かな、風呂場に行くと母親がいるんで話を聞いてみましょう。洗面台にないパターン出ましたね。上にね、明らかにおかしいのがあります。キノコですね。1と3、2がないなと思って。でね、このタオルを切ると実はね、スイッチがあるんです。切ると青がありましたね、2が。なので、まずね、電気ついた状態で1を踏み消して、2を踏みます。そしてそのまま、もう一回つけて、ちょっと面倒ですけれども、青、赤、3つ踏みます。赤の3を踏みんで、鍵ゲット。はい、23は以上でございます。はい、ステージ24、佳境です。トイレ間に合わない。これもちょっと面白いんですけれども、開けてこのバケツ、そしてここにある棒を装備して、この橋の上にね、仕掛けます。仕掛けるにはね、こうやってこうやると父親が出てきて花を見て戻るとこう打ってしまうんで、父親をなんとか足止めしたいということで、ここでこうやって仕掛けます。ちょっとひどいんですけれども、こうすると父親がびちょびちょになって足止めを食らいます。で、そのままほったらかして母親の話を聞くと、トイレを貸してくださいと、すごいカオスな時代になっている。赤の他人が入ってきてしまっている状態で、まずね、父親へのタオルを用意しましょう。で、ここでね、忘れてはならないのが、この椅子を用意しておきます。で、この状態でまずね、父親をね、タオルで拭いてあげましょう。優しい息子になってですね、はい、風邪をひくところでした。トイレの左の戸棚じゃないかって言うんですけど、トイレの左の戸棚ってどこなんだよって初め思ったんです。で、ここにあるんです。で、そうするとティッシュをゲットできるんで、ここで置いて一旦ね、外に出ます。で、戻ると、もう戻っているので、この間にいると、ステージ24は以上。はい、ラストステージ、ステージ25でございます。ちょっと静かなんですよ。これね、この言霊、火の玉みたいなのがいるんで、これをね、何度かこう話しかけて、火の玉にこう何度 なんか話しかけていく。これもね、多分ね、先ほどの妹が来たみたいな感じで、時間制限みたいな感じなのかなと思うんですよ。何度やってもね、こう同じ挙動で、上からやって下からやっても、一緒なんですね。はい、出ました。ねえ、これ完全に気まぐれなんだと思います。で、これ入るじゃないですか。ちょっとね、怖い表現があるんでお気をつけください。ここでね、暗いからちょっと電気をつけないということで、ライト調べてみたら、あ、なんかキノコがあったぞということで、調べてみると、なんと母親がいきなり登場です。で、母親に話しかけると、無機質に鍵を渡されます。何度話しかけてもあんな感じです。で、鍵持ってるのでこのままトイレ行くと、これでクリアと思うんですけれども、怖い方はこの辺でちょっとストップしててください。なんか生首的なものに追いかけられて、シーンが変わりまして、お風呂の中、つまりなんかピチョピチョな感じがしてるわけですね。はい、お察しの通りです。夢を見ていたようです。漏らしかけの夢を見た。でね、ここでちょっとサービスがあって、ここね、調べるとハートが出てるってね、ご察しください。で、このままトイレの方へ走っていきましょう。そうするとね、あ、外側に鍵なんてついてなかったんだ、今までのは全て夢だった、以上です。最後ね、結局夢だったっていうオチがいいですよね。こちらの作者さん、前回の2015もそうですけども、なかなかいい
オチを作ってくれます、というわけで、攻略動画以上でございます。それではチャンネル登録と次の動画のリンク貼っておきます。関連動画としましては、昨日の動画を紹介し、前半の動画貼っておくのと、こちらはね、201号室のまた昨日も貼りましたけど前半貼っておきますので、よかったら、ゲーム動画にご興味のある方はぜひご覧ください。まあ、こんな感じで攻略動画やっていくんですが、いかがでしょうか。よかったらコメントの方に一言はいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。